ミルクサッカーアカデミーニュースヘッドラインのお時間です。おはようございます、井上真です。ノーミルク佐藤でございます。今日もよろしくお願いいたします。おいしも、はい、今日のニュースこちらです。ドン出ました。はいはい、まあちょっとね、2日分みたいな感じに実はなって、はいはいはい、今日撮ってるのが5日金曜日の夜でございます。はい、はい、うん、そんなにね、こう2月の4日5日あたり大きな動きはそんなになかったので、まあここら辺こうボンとちょっといろいろあろうかなと思っておりますと、はい、はい、形でございます。まず一つ目、左上です。うん、はい、もうね、ベルギー行っちゃいましたってことで、シントトロイデンディフェンダー、塩岡大樹選手、はい、もう向こうつきましてね、あ、まあ一応会見にも入るので、背番号4ということになりました。4、あ、いいですね。エースディフェンダー、うん、ナンバーですかね。ね、うん、まあ、あとは唯一、こう、移籍の前にっていうので考えると、浦和でもっとタイトル取りたかったなっていうのが、彼の中で心残りで、はいはい、ちょっと記者会見述べておりました。うん、一応、橋岡選手はベルギー着いたってのはあるんですけど、はい、まあ、やっぱりこういう時期ですので、隔離期間っていうのが一定時間あるんですよ。うん、はい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 。なんで、多分デビューは2月末じゃないかなと思うので。なるほどね。はい。しばらくはちょっと彼のことをね、こう、試合では見られません。うん。まあまあまあ、ちょっと待って。いきなり海外行っての隔離って大変でしょうね。でもだって街とかコンビニの位置とかも知らないのにね、うん、出れないわけでしょ。そうっす。ホテルなのかな、全部もうずっとホテルマンションか、マンションの一室って形でなんか聞いてます、ね。ウーバーイーツの頼み方もね、いまいちわかんないですもんね。代理人さんとかいろいろやると思うんですけど、そのあたりは。でも代理人と会っちゃいけないでしょって。そうですね。ね、だから各所なんかいろいろチームの手配とかがきっとあるんじゃないかなと思われます。シュッとしてますね、この写真もね、先生ね、この。ユーモアもちょっと隠し持つ、これ一番こう、ね、いいタイプじゃないですか。そうですね。一応ポジションとしてはセンターバック基本でやりながら、別にサイドバックでもウィングバックでも求められたところをやるって本人は言ってましたね。ああ、そうですか。はい。続いて、真ん中のところですね。はい、JFL に昇格したティアモ平方。関東大学一部、駒沢大からミッドフィルダー、薬師寺高也選手獲得、でかい！おー、はいはいはい。って言われても、今これお聞きの皆さんは、はいはい、いや、急に大学生言われても分からんわっていう状態だと思うんですよ。誰かという。薬師寺高也選手はでも俺聞いたことありますけどね。はい、はい、実はですね、うん、2020年の、うん、関東一部、はい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 、関東大学リーグ一部の、はい、得点王です。わー、そうなんですね。なんで、毎年、うん、はい、毎年得点王っていうと、うん、やっぱ J1 か J2 行くんですよ。あ、はい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 。が、ティアモに入った。FL のティアモも相方に入ったという。平方に入ったという。平方。これ大阪ですか？そうです、そうです、そうです。ごめんなさい。よく、いつもこれ間違っちゃうんですよね。平方。平方パークの平方でしょ？そう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 。で、もともと実はこの選手、薬師寺選手、ボランチなんですよ。はい。ボランチで得点を取ったっていう。すごい。うん。そうなんですよ。だからちょっと、これ、一応地元長崎なんで、うん、僕は長崎入るとばっくり思ってたんですが。ああ、先生、そういう推理はしますもんね。そうなんですよ。うん、まあ、平方が取ったってので、ちょっとどういうプレースタイルとか、どういう形でやっていくのかもちょっと楽しみです。楽しみですね。ここからどう駆け上がっていくのか、チームとしても。そうですね。個人としてもね。はい。はい、これちょっと楽しみに見ていきましょう。見ていきましょう。はい、ジェイ。そしてここから二つがですね、はい、ちょっと大変な事態で。うん、なんでしょう。まず、右上が、あんまり笑えないような笑っちゃう。資料を出し忘れって書いてます、アイアックス。はい。あのね、これ2日前ぐらいのニュースになるんですけど、はい、この冬に、ウエストハムから、オランダのアヤックスに加入することになったフォワードのセバスティアン・ハラー選手がいるんですよ。もともと彼2年前、ドイツのフランクフルトが、長谷部選手とともにギャーンとこう成績伸ばした時期の、その時のフォワードでもあったりするんですけど、彼ウエストハム系で今回アヤックス入ったんですが、やっぱアヤックスこれから EL 挑むので、決勝トーナメント。それも踏まえて取ったはずなのに、オランダのリーグの方には資料出したっぽいんですけど、はい、ヨーロッパのウェファの方に名前が入ってなくて、これうっかり資料提出し忘れた可能性あるぞっていう。うっかり執行。これは、ミスしたのはアヤックスさん。これまだ定かじゃないです。どこなのっていうところで、今確認中らしいんですが、だからもしかしたら。名門チームがそんなね、あれを間違いするなんて。例えば、アヤックス。ハンコが実印じゃなかったとか、そういうことですか？多分そうかもしれないし。ハンコなんか使ってないか。あ、でもそれっぽい何かはあるはずですから。クラウドサインがこう、送信したけど行ってなかった、戻ってきちゃって Wi-Fi が地下鉄だったからみたいな、そういうことか。いや、とか可能性もあるし、あとウェファの方が受理し忘れたっていうパターンもあるでしょうから。ああ、それはウェファのせいじゃんだって。だそうなったら、特例追加はあると思うんですけど。ファックスの紙が足らなかったって。
とか。とか、ほんとそういうレベル。でも、ファックスのカビ足りなかったってのは、かつて確かいたはずで、その人は登録されなかったはず、確か。これでも人間の営みだから、どうにかしてほしいね、こんなんね。だから、もともと単純に資料忘れただけだったら、いわゆる提出期限まで間に合わなかったのと、アヤックスのせいだけど、はい。はいはいはい。そうじゃないんだったら、どうにかなってほしいなって。これはでも、新ニュースですけど、ちょっと楽しませていただいちゃいましたね。これね、どうにかなってほしい、原選手頑張って。はい。うん。で、こっちもある意味、どうにかしてほしい。原選手の前にはディフェンターが今、8人ぐらいに見えてるでしょうね。さあ、次のニュースです。海外っぽくない?海外っぽくない?確かに確かに確かに。そして次ですよ、マー兄さん。はい。アザール兄さんがね。あらま。これアザール兄さんですか?そう、アザ兄です。100の映画の写真じゃないですね、これは。それっぽい感じにもなりますけど、はい。アザ兄が、加入18ヶ月で9回目の離脱です。いや、確かに怪我がちといいますか、スタメンになかなかね、定着しない。今週もちょこちょこ出て13試合ぐらい出てたんですけど、あのね、やっぱり、チェルシー自体にね、あの、ナンゴーヌーを奪ってた姿が全く見えてなくて。怪我勝ち、はい。せっかくね、怪我勝ちだったベイル兄さんを、取ったレンタルで渡したところで、取ったアザ兄まで、離脱するから。兄さんっていうのを連呼されてますけど、これ。急にどうしたんですか、先生、これ。なんかね、言いたくなっちゃうんですよ、ここ二人はね。ベイル兄さんがね。はい。でもね、ここの問題って結構ね、我々、あ、そうなんだ、アザール、悔しいねってこう思う部分もありながら、はいはい、プラスはちょっとベイル兄さん持ってきたわけですけど、はい、これ我々にとっても結構いろんな問題かかってくるんですよ、まず。はい。アザールさんこの状態で、ある意味タイプ、はい、プレイヤータイプとしては、ベイルさん、アザールさんってやや似てるじゃないですか。そうですよね、サイドからのね、アタッカーということですから。しかも負傷する癖のところまで似てるじゃないですか。はい、そうか。はい、はい。二人いる?ああ、なるほどね。いらないよね。高いしね、二人ともね。そうなんですよ。で、さらにですね、イングランド、いわゆるイギリスが、これからEU 離脱するわけですよ。はいはい。あ、まだしてないんだ、あれ。決まっただけで、実際にはまだ抜けてない。多分コロナとかもあって、吸ったもんだったんじゃないですかね。だから、なんと、ベイル兄さん、ウェールズなので、いわゆるイギリスの一つじゃないですか。そっか。だから、ベイル、EU 圏外枠になるんですよ。あ、っていうことは外国人枠になっちゃうってこと?そう。サッカー界もそうなんだ。あれ?レアル EU 圏外枠といえば?タケ。と、ブラジル勢もいるしね。そうなんですよ。ビニシウスもそうだし、はい。そうなんですよ。で、何人か抜けるって話があるんですよ、今年。ああ、なるほど。そう、だから来年、てか、夏ですよね。ベイルもそうだね。そう、だベイルも多分抜けるんじゃないかっていう話になってて、現状、いわゆる3枠目とか2枠目とかに入りそうなのがタケだっていうふうに言われてるんです、向こうではもう。来年の、いわゆる EU 圏外枠にはタケが入ってるだろう。ああ、そうですか。ああ、じゃあこれいいことですか?まあ、タケ的な意味とか日本人的にはだけど、あとは、ただね、この二人。そうだね、テベイルの話してたんでね、ごめんね。そうそうだね。アザールはフランス人だもんね。アザールはベルギー。ベルギー人だもんね。はい。でも、アザールも、本当はサイドのポジションやるから、ライバルになるはずなんだけど、怪我でこんだけいないってなると、やっぱ計算として立たなくなるから、竹がそこにっていう可能性はあるんじゃないかなっていう。そうだね。いや、フランス人と間違ったの。最初にこの写真パッと見たとき、なんか、ルパンみてえだなって。いや、わかるんだよね。ごめんなさい、ちょっと。わかる。あんだけベルギー好きなのにね。はい、ということでした。で、右下、勝手に PR みたいな、ちょっと持ってきまして。まず皆さん。はい。もう、リリース出たかと思いますが、ダゾンで、ギリシャ。パオックの試合が見られるようになりました。見られるんですか?やった!やった!これで香川選手を見ることができるようになりました。これって残り何試合なんですか?リーグシーズンとしては残り6試合なんですが、急に途中から放送権をゲットしたってことですか?これは。そういうことです、そういうことです。そう、できんだ、すげえ。2年くらい前にはトルコにやっぱ彼が行った時にもそれで取ったってのもあったので、はい、いやこれはちょっと、ね、嬉しいね、見たいね。ね。一応シーズンはあと6試合なんですけど、うん、その後にプレイオフステージっていうのがあるので、そっちも一応見られる形ですから。たまりませんね、それ。パオックはプレイオフいけそうなんです、はい、そうですね、いけると思うんで、うん、なんで半年間は見られるでしょうから、はい。まあちょっと詳しいのギリシャも僕もちゃんとまた見ておこうと思いますけど。俺この写真が大好きですけどね。ねえ、この日本の格闘技みたいなこの登場の仕方いいですよね。本当だ。本当だ。ライシアゲコロシアムみたいですね。そう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 。うん、あとFIFA で選手カード引いてウォークインって言って、なんかいい選手出てきたみたいな感じしますね。それ狙ってたんじゃないですか、これも。なのかな、ね、かもしんないですね。引いたぞみたいな。
はい、うん。まあ、という形になっているということでございます。達郎さん、ナイス。ジャブでございます。これ気になってんですけど、この順位表、いつもね。はい。はい。いつもだったら、ここに、いろいろね、こう出てくるような選手のリーグを持ってくるっていうのはあるんですが、それだけだとやっぱ幅が狭くなってしまうので、久しぶりにあまりこう日本人もいないところで今こんなチームがこうだよっていう、世界中のリーグをいろいろ紹介していこうと思って、今回はチェコ持ってきました。チェコ出た！はい。久しぶりですね、チェコの。私大好きなチェコリーグでございます。はい、はい。いや、これ見てよ、皆さん、まーさん、一番上。上ね。今トップがスラビアプラハというチームなんですが、スラビアプラハ、はい、いわゆるウィンウィンウィン2020の J3 ブラウブリッツ秋田みたいで、はい、なんと17戦終わって15勝2分け無敗。あーすっげー、本当だ、ブラウブリッツだね。はい、そして1試合平均得点が 3.00。 おー、攻撃的、ハマってますね。はい、で1試合平均失点が 0.5 を切るっていう、おーすごいですね、このままだと得失点プラス90ぐらいで終わるんじゃないかっていう。じゃあもうほぼほぼもう決まりですね、優勝は。まあ優勝はほぼ決まりだと思いますけど。スラビアプラハ、そうですね。それを追っているのが同じね、プラハを、はい、本拠としております。首都ですもんね、プラハは、ね。はい、スパルタプラハというこ、ね。こっちのがネームバリューとしては僕知ってますけどね。そうですね。ただ最近はスラビアプラハの方がちょっと上だったりするんですよ。ちょっとスパルタプラハ、ここ2年ぐらい注意をちょっと彷徨ったっていうのもあったので。はいはいはい。まあそれもあったかなと思いますが、ただ、これで見てみても基本ね、1試合平均勝ち点が 2.00 を超えてたら優勝クラスなんですよ。はい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 。ですると、今2位のスラビアプラハと、あと3位のジャブローネックっているんですが、この2チームは17試合終わって勝ち点35、1試合平均勝ち点 2.00 超えてるんですよ。このスパルタプラハもジャブラネックも優勝クラスなのに、さらにその上がいるってので、なるほどね。なんか川崎の下にいたこうガンバと名古屋とかみたいな、そんな感じがすごい。なるほどね。あーっていう状態になっておりますね。その下のスロバッコーとか、あと6位にいるようなあのシグマとか、ここら辺も上位なチームではあるんだけど、ちょっと今年はスラビアプラハが、なんか有力な若手とかいるんでしょうかね、5大リーグ出ていくよ。多分これから来るでしょうね。ベテランが支えてるチームとか、まああったりするんでしょうね、それね。そうでしょうね。誰も知ってるようなね、ちょっとそれも。こっからもう一段階踏まえた上で多分トップ、まあ5大リーグとかに上がっていく感じにはなるので、またね、だからいつぞや、ね、いわゆる往年の選手とかいっぱいいたような国でもあるじゃないですか。はいはいはい、ネドベドとか含めて。うんうんうん、そういう方々がね、今後もギャーッと出てきてほしいなって。そっか。はい。っていうのがありますね。なるほど、ね。今はとりあえずスラビアプラハ、スパルタプラハのこのプラハ勢が強いってなんか思っていただければ。ネドベド出なかったなぁ。ガチャで引いたんだけど、お金使っちゃったなぁ。ネドベドが。入れる話やないかい。一番欲しいのに俺、ネドベドが。また出なかった。久しぶりに来たんですよね。アイコニックネドベド。そうなんです。ごめんなさい。ちょっと、一言言ってました。まあ、というようなニュースでございました。はい、ということでございました。楽しみでございます。もうでも、ダゾンのパオックがすげえ楽しみ。いつなんだろう、初戦はね。いや、楽しみっすね、はい。はい、ということでございました。今日もありがとうございました。明日もやります。聞いてください。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで、今ポチッと、ああ、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ね、ということでございました。今日も、昼、夜の動画で、明日もやります。いろいろやってます。ミルクサッカーアカデミー、井上まーでございました。ノーミルク、佐藤でございました。良い一日をお過ごしください。それでは。それでは。